不思議な幻灯感は、テレビ朝日の深夜番組枠、熱帯夜アカデミーで放送された、テレビドラマ。放映期間は1991年4月2日から1992年3月30日まで。全49回の放送であり、そのうち、第22回、第48回、第49回の3回分は、総集編である。 1990年4月にフジテレビ系列で放送を開始した世にも奇妙な物語のヒットを受けて当時流行していたオムニバス形式のショートホラードラマの一つである中盤からファンタジーや SF 寄りのエピソードも放送していたが当初は残酷色を強調したショックホラー的なエピソードが中心だった世にも奇妙な物語と同様に一話完結の 形式によって日常生活に潜む恐怖を描いたドラマであり、より残酷色を前面に出した陰酸な作風が特徴的である。いわゆるスプラッターと呼べるほど直接的な流血シーンが多いわけではないものの、人肉食やスナッフビデオなど猟奇的なテーマを扱った話が多い。当初は都市伝説的な恐怖話を専門としており、ラストも後味の 悪い終わり方をするのが恒例であった。しかし、第19幕、永遠のビッグウィンド以降は恐怖ドラマにとどまらず、ファンタジーや SF の要素を取り入れた、ハッピーエンドの話も放送されるようになる。多彩なスタッフキャストによる、世にも奇妙な物語とは異なり調停予算で、制作されたため、前半回の主演は、シタラリサ氏で固定されており、オープニング映像も彼女によるものだけだった。 しかし傾向が変わり始める19回で、初主演した、中山忍が、後半回ではヒロインを演ずることが多くなる。他には、森山優子や吉田芳恵は、数回、浜田真葉は一度だけ主演した。男優では、中山秀幸や恵美みとなどが準主役として、登場することもあった。また、デビュー当初の小栗香織、森下良子、広重なども出ている。 脚本は山内博士、堀祐介、エビカツヤの共同。監督は全話を通じて、ほぼ広秋で固定されている。深夜枠での放送ということもあって、放送当時はあまり目立った脚光を浴びることがなく、再放送も稀でありソフト化もされていないことから、幻のドラマとして、ごく一部で話題に上がるにとどまっている。しかし近年、 フジテレビ系列の深夜枠で放送された、鳥肌夜ふかしのあなたにゾクッとする話を、に、不思議な幻動感の影響を指摘する声が上がった、ことをきっかけに、90年代のいわゆる、J ホラー初期の傑作として、本作の再評価を望む声が一部で高まってきている。ありがとうございます。